まずは1本目第2打席ツーアウトランナー1塁2塁で打席が回ってきました。どんな準備をしていましたか？そうですね、もう、珍しく吉野さんが、はい、ああいう感じだったまあ、いつもやっぱ助けてもらってる分やっぱ僕ら野手が助けないといけないなと思って助けいたしました。続けて第3打席は同点でノーアウトランナー1塁3塁、こちらはどんな思いで打席に入りましたか？そうですね、吉野さんがああいう感じだったなんてやってもいいなと思ったので、はい、なんてやってそういう気持ちで入りました序盤は苦しい展開となっていましたが、まあ、山本投手の後ろで守っていてどのように見ていましたか？まあ、珍しくね、吉野君がああいう感じだったので一回マウンドに行った時に、ちょっとこう初回、こう気持ちをこう紛らわそうとしてちょっとふざけようかなと思ったんですけど、ちょっと軽く怒られました真剣だったので、まあ、僕も真剣にやろうかなと思って集中しました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよという方はぜひグッドボタンを、また自分も野球が大好きだよという方はチャンネル登録をして一緒に野球を楽しんでもらえたら嬉しいです。